変態元ブロガーといえばすなわち俺のこと。どうも北のスタイルの北野亮です。よろしくお願いします。さて今回はですね、調印障害といいますか、ドライブレコーダー、こちらの GA を、今回取り付けたので、それを紹介したいなと思います。まず各種の取り付けなんですけども、フロント側はこちらに取り付けてあります。これですね。リアの方なんですけども、リアはこのバンパーのところに取り付けてあります。でこれはカメラ専用のナンバーステーを取り付けて、でそこにまあはめ込むという形でここに固定してあります。こちらの方に緊急録画をしたりとか、それからスマホと Wi-Fi でつなげるときに必要なボタンになります。で、隠れて分かりづらいですけど、ここに GPS がついてます。でこちらシート下なんですけども、ちょっとまあ緩和材を入れている状態で、ここに本体が入っております。ではここから、実際に走行してみて、でその映像っていうのをちょっと見てもらう形を取ろうかなと思います。および時間が映り込んでおります。こちらはリアの映像になります。リアは全体的にしっかりと映り込んでくれているので、まあ、これはすごく個人的に満足しております。こちらは夜間の映像になります。夜間だとヘッドライトの光などが反射してナンバーが見えにくい時があります。相手の車の形状によってははっきりとナンバーが分かる時もあります。リアの方は逆に比較的ナンバーははっきり見えるかなという感じです。なので万が一後ろから追突されてもナンバーはしっかり映るかなと思います。こちらは雨の日に走行した時の映像です。多少ぼやけて見えますが、相手のナンバーはしっかり見えるようになっております。こちらはリアカメラの映像になりますが、フロントよりはぼやけがなくて、はっきりと後方の車のナンバーが映っております。なお、このドラレコはスマートフォンから映像を確認することができます。こちらのスイッチを3秒長押しすると Wi-Fi 接続ができるようになります。スイッチを3秒押ししたら EDR と書かれた Wi-Fi を接続して専用アプリを立ち上げます。そうすると動画の一覧が見られるようになります。なお、この Wi-Fi ですが、初期設定のパスワードがありまして、1234567 8で接続することができます。なお、この PC タイプのアプリを使えば、リアとフロントの映像だけではなく、実際に走ったルートを確認することができます。なので、実際に走ったツーリングスポットを、こうして映像で見返すことができるかなっていう感じの機能になっております。ドラレコに使われている記録映像媒体はマイクロ SD カードになるんですけども、付属品以外の SD カードを使う場合はそのままでは使えません。新しい SD カードを差し込んだ後、スマホアプリに接続します。まずは設定をクリックして SD フォーマットを選択します。そして実行します。こうすることでどのマイクロ SD カードも使えるようになります。はい、ということで今回ドラレコについてお届けさせていただきました。また面白いバイクグッズ等があれば紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、北のスタイルがお届けしました。ありがとうございました。